鹿屋に来たなら、ここに入らないとねー。中には、冷戦の実機が展示されているし、いろいろと楽しい資料がー。で、天下の藤原さんが、事前予約が必要なのを知らないで、資料館に来たわけじゃないからね。今回は、時間の都合でー。そうそう、時間の都合で、屋外展示だけ見て回ろうと思っていたのですよ。そう、思った、今思った。資料館周辺には、海上自衛隊が使ってきた、航空機が展示されています。それを見て回りましょう。この辺は、旧軍兵器の展示エリア。上が89式魚雷で、下が92式魚雷。いろいろ言いたいことはあるけど、まあ、パネルにはそう書いてあるぞ。その横にあるのが、エンジンやプロペラ類。旧軍絡みの展示は、こんなものです。でも、資料館の中には、錦飛行艇の血脈を受け継ぐもの、US-1。大戦哨戒機として収益した PS-1 を救難機として再設計したもので、PS-1 が完全な水蒸気であったのに対し、US-1 は地上での離着陸が可能でした。機体キャビンには12名分の担架を収容可能で、離島等での患者輸送、洋上救難で827名を救助しています。日本が初めて独自開発した対戦哨戒機 B2J。 性能不足が露呈してきた B2V7 の改良発展型で1969年採用。機体そのものは B2V7 と同等ですが、搭載装備は一新されており B3A と同等の能力を持っていました。 B2J は投下したその部位からの情報を統計計算して、潜水艦の位置を推定する、ジェジベル戦術を採用し、航空機による対戦戦術を、格段的に向上させ、海事幹部から、潜水艦が、その性能を、在来型から、原子力型へと、移行する大きな変革の時代に、主要な対戦兵器の一翼を担って、不滅の足跡を刻んだ、栄光の対戦哨戒機であった。と、評されています。ジェジベル戦術を効率的に行うためには、その部位からの情報を効率的に収集できる、高度4600メートルあたりを飛行せねばならないのですが、B2J の機内は、与圧されておらず、酸素吸入しながらでも、3700メートル程度を飛行するのがやっとでした。B2J がもう一機、あります。B60 を、1963年に多発機のパイロットの計器飛行訓練用に採用された飛行機で、愛称は海バト。KM2、1962年に採用された大型機パイロット育成のための初等練習機で、教官と生徒が並んで搭乗するサイドバイサイド方式の操縦席を採用しています。
先ほど出てきた P2J の種機になった P2V7 です。その部位を使った近代的な対潜哨戒船を実施できるようになった対潜哨戒機で、試作機は1945年に初飛行、46年に量産開始。日本には1955年1月、発足間もない海上自衛隊に旧型機が供与された後、翌56年3月には最新タイプの P2V7 が供与されました。R4D69 物資・人員輸送用に4機導入した米国製傑作輸送機 DC-3 を電子戦訓練機に改造したものです。S2FC、アメリカ海軍が使用していた艦上哨戒機を人員輸送を目的とした多用途機に改造したものです。種機になった S2F1 は1957年に軍事無償援助で米国から供与され、先に紹介した P2V7 と共に海事対潜哨戒の主力となりました。元が艦上機なので若干フックがあります。S2 導入時に米国に派遣されたパイロットの人は、訓練の一環として航空母艦への離着艦訓練が行われたそうです。そのせいで S2 と一緒に空母が供与されるという噂がされていたとも。SND4、 1957年にアメリカ海軍から供与された練習機になります。ツインテール式の垂直尾翼が特徴的ですね。T-34A、 1953年に自衛隊の前身である保安隊警備隊に20機が貸与され、海上自衛隊発足時には連絡機として1機運用、後年11機が航空自衛隊から移管され、1980年まで練習機連絡機として使われました。KV-1072、 機雷掃海ヘリコプターとして1963年から導入されたボーイングバートル社のタンデムローターのヘリコプターです。ベル47、ベル社が1945年に初飛行、世界で初めて実用化させたヘリコプターです。海上警備隊発足当初の1952年に4機が供与され、以降改良型を合わせて15機が調達され、訓練機として使われた機体になります。HSS2A、三菱重工がライセンス生産したシコルスキー社ヘリになります。吊り下げ式その部位、磁気探知装置、電波落探知装置を使い、対潜戦ヘリとして86機が調達、1989年に全機退役。通路から離れた場所にあった OH-6J、1972年から1989年まで使用された練習用ヘリコプターです。これにて鹿屋基地資料館の屋外展示は終わりですね。なかなか楽しい資料館内が見れなくても楽しいだからね。